ほな、ちょっと。はい。聞いてきやす。はい、いってらっしゃい。ありがとうございました。はい、では、また後で戦いましょう。はい。はい、じゃあね。うち一人いなくなってたじゃん。はい、ちなみになんだけど、うん、起きたかもしれん。あの男が？あの男が起きたかもしれん。目覚めた？一応メンションかけるわ。お前そんなわけないやん。そんなわけないか。千年は寝るって、ジラーチか、あいつかって言われてんだよ、だって。ジラーチ、夏。夏すぎる。どっちかよ。どっちかなんだ。ジラーチか。ちょっと目覚めそうな感じはあるんだけど、だってそれは。どうだろう。起きるかな、これ。いや、起きるわけない。エクサラビオがマサトになるしかない。まあ、いや、あの、ちっちゃい少年。そう。ポケナビ係になるしかない。まあ死んだら、死んだらね。やる？そうですね。まあ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 。やどういうゲームだろうね。まあ、大体は。来てない。うずーす。え、そっちが先に来んの？あれ？え、そっちが先に来ることは多々あるんだ。え、ザカセンは最下位になった。で、なんか表紙はあるんだけど、うん。あ、なんか、重鎮のが俺が言ったって言っていいから、もう最強カサム行ってきていいよって言ってくれたから来た。俺ちょっと泣いちゃいそうになったわ。泣いちゃいそうになったんだ。うん、優しくて人の優しさに触れて泣きそうになった。泣きそうになった。でもさ、これだけど、うん、これ俺が入ればいいんじゃないの。うん、入ればいいけど、ね、ふわっちも来るよ、ね、この後ジラーチが来るから。そう、ジラーチ。ジラーチ、なんでジラーチな。千年に一度の目覚めりから。は？そっか。そうね、一旦まあまあまあ変な話させられてたわ。な、変な話って。なんかあった？いや、なんか変な、あ、紫アーマーがここにある。変なゲームの話ずっとしてた。変なゲーム、変なゲーム。なエピックスのこと変なゲームって言ったってこと。今違う、ゴッドフィールドね。